あの時のガキ、生きてたのか。不思議。妹と一緒に死んだはずだったのに。黒髪ユーマ、黒髪ハルトの息子。何の異能力者かしら。いつか私たちシャドウの脅威になったりして。醜いアリの抵抗か。くだらん。ゴキタ。はい、リンネ様。そのガキから影を引き剥がし、始末しろ。早々に。京都の街並みは最高。癒される。たまには仕事を忘れてみんなで旅行もいいですね。いや、お前ら自分の荷物くらい自分で持てよ。あ、赤ちゃん、ここここ。和服着て写真撮ってもらえるんだって。旅館戻る前に一緒に撮ってもらおう。はい。俺が行ったら心霊写真になるから外で待ってるぞ。お前、とんでもねえ数の悪霊連れてんな。異能力ご奉仕。体の中に何か入ってる。それに異能力者ってことは、こいつシャドウ。おっと、動くな。ナイフ。頭ぶっ飛んでも知らねえぞ。あれ、なんでだよ。異能力が使えねえ。やべ、意識が遠のいて。俺の異能力は狩り。東西南北と俺の影、五体の悪魔に生贄の制約を交わすことで異能力者の影を狩ることができちまうのさ。生贄はもちろんお前、気分はどうだ。ただの人間になっちまった気分はよ。ま、お前はあと1時間で死ぬんだけどな。こいつの影か。どうせ名もない下級霊だろ。おい下級霊、今から晴れてお前は自由だ。わらわが自由。せいぜい上級霊に消されねえよ。泥でもすすってな。異変に気づく。ねえねえ赤ちゃん、これよくない？戦国風お色気コース。こんなのダメですって。恥ずかしいです。私元の服に着替えますから。絶対ユーマこっちの方が喜ぶのに。ユーマを喜ばせるために写真撮るわけじゃありませんから。え、ミレイさん、どうかしましたか？何これ、ユーマに取り付いてる悪霊たちの霊気が散らばって。ユーマどこか行っちゃったんですか？うん、そうじゃなくて、行くよ赤ちゃん。あ、はい。ユーマの体から悪霊が離れてる。こんなこと今まで一度もなかったのに。ユーマ。え、ユーマ。ユーマがいない。それにあの紫色の光。おい、さっきのあれなんだよ。ルアちゃん、変な奴がいきなり現れて、ヘッポコの体に手を入れたかと思ったら、中から角が生えた女みたいな奴を取り出して。え、それってユーマの影じゃ。てか僕をほったらかしにして旅行してんじゃねえよ。別に混ぜて欲しくて来たわけじゃねえからな。ルア、それでユーマは、ユーマはどこにいるの？生贄って言ってたけど、生贄ってなんだ？生贄？東西南北とあとなんか五体の悪魔に生贄を捧げたら異能力者を狩れるとかなんとかで連れて行かれたっつうの。それってご奉仕？ご奉？よし博士、全部倒したわ。向かうところ敵なし。アホか。シャドウの中には今のお前らじゃ逆立ちしても勝てない奴らがいんの。他にも特殊な異能力を使う奴らもいるから。特殊な異能力？そう、例えばご奉人。ご老人？何それ、おじいちゃんなの？脳筋もここまで来ると清々しいな。ご奉人、異能力者を狩る異能力者。え、そんなのいるの？いるよ。資料の上位クラスと制約を交わして、その力を借りるってろくでもねえのが、その対価として影を奪ったやつの肉体を生贄として捧げんの。ある意味禁忌に触れたい能力。もしそいつと出会ったら？逃げて自分の影を死守しろ。え、博士の口から逃げろなんて初めて聞いたし。でも目の前で誰かの影が奪われたら。お前らじゃ手に負えないから、そいつのことは諦めて迷わず逃げろ。そんなことできるわけ、うん、言ったよね、お前ら弱っちいから。アリが猛獣相手にしてるようなもんなの。そいつにこっちの戦力何人殺されたと思ってんだ。でもご奉人の呪いは四方に召喚された上位クラス4体の資料と中央の異能力者、この5つの陣を破壊しない限り解けない。生贄が食われるまでの時間はたったの1時間。あがくだけ無駄だから、ごちゃごちゃ言ってないで諦めて逃げろ。博
博士には逃げろって言われたけど、でも嫌だ。ユーマが死ぬなんて絶対に嫌。助けなきゃ。何が何でもユーマを助け出さなきゃ。東西南北四つの光と中央の光に敵がいるわ。はい。ってことは真ん中の光に。はい、ユーマがいるんだと思います。五体の敵を1時間以内に倒さないと呪いは解けない。一つ一つの距離が離れすぎてる。ミレイさんと私が別々の場所に向かっても1時間で処理できるのは一つが限界。今あそこからユーマを取り返しても呪いは解けないですね。先に四方四体の敵を倒さないとです。博ちゃんとルアちゃんは帰りなさい。え？博士が言ってたでしょ？危ないから逃げろって。嫌です。聞こえなかった？ここは仮想現実じゃないの。死んだら終わりよ。逃げなさい。絶対に嫌です。博ちゃんには生きててほしいの。ミレイさんの命令でも従えません。意地っぱりね。死ぬかもしれないのよ。構いません。ミレイさんと あとユーマがいない世界なら私生きてる意味なんてないですから。博ちゃんのそういう甘酸っぱいとこ大好きよ。甘酸っぱくないです。あーもう考えてもわかんない。お姉ちゃん一番遠いあっちの敵を倒すことにした。ルアちゃんと博ちゃんは一緒に行動。一番近いとこ行ける？はい、ルア、私たちは東に行くよ。ちょっと待てって。僕話わかってねえし、二人で勝手に進めんなっつーの。これが正しい選択かどうかなんて知らない。全部の敵を倒す時間なんてないことくらいわかってる。でも諦めたら絶対にユーマは救えない。体中が軽い。なんだこれ、頭痛もねえし全身に羽でも生えてんじゃね。てか冗談だろ、熟睡してたのか俺が。ごきげんよう。気分はどうだい、生身の人間黒髪ユーマ君。生身の人間つか、なんで俺縛られてんだ。100体以上の悪霊に取り憑かれてたけど、お前の影あれ何？取り憑かれて体が軽いのは檻についてる悪霊がいなくなったってことか。異能力が使えねえのは固有スキルがなくなったから。いや違う、体の中に影の感覚がねえ。悪い、自己紹介が遅れた。俺はゴキタ、異能力者を軽い能力者だ。え、やっぱこいつただの人になっちまったクソガキに俺の顔の影は見えねえよな。クソ、シャドウかよ。ああ、そして30分後にお前を食い殺すものだ。な、一体何が起きてる？なんで俺の体からあいつがいなくなった？異能力者を狩る？考えろ、状況を把握しろ。ご法人の。ご名答、危険因子は消す。それが俺たちのやり方だ。そういうことか。影を抜かれた俺はあと30分で生贄にされて死んじまう。てかやべえ、こいつが言ってることが本当ならこいつの影とは別に町に4体の化け物が放たれてる。姉貴は、墓は、町の人たちは無事なのか。外の状況を知りたいか。頼む、墓、姉貴、逃げてくれ。ゴキタ様、北と東の陣に何者かが3名接近しております。うつせ。は、姉貴、墓、ちびすけも。おお、仲間か。で、到着時間は？東が15分後。ここから最も距離のある北は信じられない速度で接近しておりますが、それでも7分後になります。7分後と15分後？着いたところで残り12分。何ができる？見学か？上級の資料を拝みたいだけか？その後この者たちが残った南と西の陣へ到達できる可能性は 0% です。こりゃ傑作だ。救えもしねえ命のために自ら死にに行くなんてな、上級クラスの資料たちだぞ。勝てるわけねえだろ。ったく、虫図が走るぜ。もう少しだから待ってて、ユーマ。いた。でっか。こんなキモいの見たことないし。これあの世から召喚してるでしょ。でも残念、あんた出落ちよ。時間がないの、さっさと死に具になりなさい。赤ちゃんのところの光が消えてない。あと3つ、うん、ユーマのところも合わせたらあと4つも残ってる。残り時間20分もない。赤ちゃん頑張れ。ダメ、考えるな。あと4つも残ってるのに時間が足りない。このままじゃユーマが、なんでお姉ちゃんユーマを助けられないの。ユーマダメ、考えるな。走れ、足がちぎれてもいい。もっと早く早く走れ。間に合わないなんて考えるな。北の陣が消滅しました。姉貴、
役立たずが。まあいい、陣の一つや二つ放っておけ。無力なアリの抵抗に過ぎん。東の陣を移します。ハカ、チビスケ、お前らなんで瀕死じゃねえか。そうそう、これこれが見たかったんだよ俺は。ルア大丈夫、僕の防御も無効化なんて、なんだよあの化け物。もうやめてくれ。あ、やめるわけねえだろ目的は俺だろ。墓とチビスケを傷つけんじゃねえよ。アリが口答えしてんじゃねえぞ。お前は仲間が死んでく様を指くわえて眺めてりゃいいんだよ。やめろ、頼むからやめてくれ。影を奪われたのは俺の責任。赤とチビスケは何も悪くねえだろ。シュシュバクも効かない、私たちじゃ歯が立たない。なのにどうして戦ってんだよ。そんなボロボロになるまで、なんで俺なんかのために。歯が立たないけど、でも諦めて逃げろって教わったじゃねえか。諦められないの。厄介死んだって返せない恩があるの。千回ありがとうって言えてないの。赤、もっとわがまま聞いてほしいの。ボケなすって言ってたいの。だから絶対、動けなくてもやめろって言われても私は絶対諦めないから。ジュジュバク、赤、このままじゃダメだ。ダメだ、飲み込まれる。ダメじゃない。何言ってんだ、早く逃げろ。もう力なんか残ってねえだろ。ダメって言ったら、無理って思ったらいなくなっちゃうもん。墓、もう隣でユーマが笑ってくれなくなっちゃうもん。え何が起きたの。あの世の資料ごときに苦戦とは、つくづく笑いが止まらんぞ。やばいね。え、エヌチ、なんだあいつは。おい、そこのボロマント、マグマの魔王様の御前じゃ図が高い。ねえ、全然ビビりもしてねえじゃねえか。お前本当に魔王か。まったく、僕のことも知らぬとは、どこぞの下級霊じゃ。して墓、ユーマから今一度灼熱馬ふわ油揚げ食べ放題の話を取り付けるというなら、貴様の異能力を 100% 解放させてやらんでもないか。憑依してくれるの。僕がこのまま瞬殺しても良いのじゃが、まあ特別じゃ、選ぶが良い。資料の攻撃を一撃でかき消しただと、ま、魔王など存在するはずが。今度は何だ。南の陣に、南の陣にとてつもない霊気が接近しております。あ、霊気。どはどてのど、とてつもない霊気。はい、人間でも異能力者でもない何かが。レーはレディのレー。オッケー、くだらん。悪霊が俺たちに敵対してるとでも言うつもりか。解析不能です。東の陣営の加勢も南の陣営の接近も悪霊たちの行動に説明がつきません。しかしながらご安心ください。南の陣は2番目に巨大な資料。ああそうだ、あそこが突破されることなど何も見えない。見は見る。あれ、ちょっと弱すぎて童貞の歌も歌えないじゃん。いや、空気読め。そんな歌じゃねえだろ。なんつう歌詞だよ。てか相変わらずおっきい、強すぎ。ユーマー、聞こえてる。またお前の仲間か。ああ聞こえてるよ。俺なんも聞こえないけどさ、安心して休んでていいよ。ここからはさ、俺たちのターンだから。おっきい、ふざけるな。あいつは、あの仲間は一体何者だ。仲間じゃねえよ。ああ仲間じゃねえって言ってんの。じゃあなんだ、しもべとでも言うつもりか。あいつは起きた、幕末を生きたっつー悪霊で、空気が読めなくてほんとろくなこと言わねえけど、でもおっきいは俺の大事な友達だ。友達だと。なめた口聞いてんじゃねえぞクソガキが。真面目に答えろっつってんだよ。どこの世界に悪霊とダチになる人間がいるんだ。ああここにいんだろこいつ。ご報告します。ゴキタ様、東の陣に進展が。モニター映します。バカ、
やべ、またあいつの攻撃が。本当に良いのじゃな。この場にユーマはおらん。憑依で自我を失っても貴様の体から僕を取り出すことはできぬぞ。うん、分かってる。つーか墓のやつ、山犬を。僕に体を乗っ取られたら最後、10分もすれば貴様の人格は死ぬことになるな。構わない、お願い命、一撃だけ。獣人化はやめろ。お前まだ山犬の制御できねえだろ。よかろう。ではマグマの魔王様の霊気を存分に味わうがよい。やめろ山犬、墓が死んじまう。山犬の霊気は化け物級だ。これがどれだけ危険なことかって、お前が一番わかってんだろ。大丈夫、意識は保ててる。影を抜かれた俺はもう異能力者じゃねえし、助かったところでもうお前たちと一緒には戦え。まだ戦える。異能力呪い巫女。私の異能力は憑依させた悪霊の霊気を自分の力に変えることができる。代償は体を奪われるリスク。意識あんのか。私は助手だから、どれだけ足を引っ張ってももうお前なんかいらないって言われても、三代目筆頭に幼馴染のユーマについていくって決めたの。いや、足引っ張ってんのはいつも俺の方で。一生ついていくって決めたの。は、赤三代目筆頭を守るのは助手の仕事よ。だからユーマ安心して、あなたにサンズの川は渡らせない。ジュジュバクモデルデモリッシュ、今迎えに行くから。すげえ。ゴキタ様、東の陣も消滅しました。待ってるよ、アリどもに上級霊が3体もやられたと。クソが、悪霊が人間助けるとかありえねえだろうが。一体何が起きてんだよ。しかしながらゴキタ様、もうこれ以上のイレギュラーは。ああ、まだ俺の影と西の陣に最強の資料が残ってる。俺の異能力は一陣でも残ってる限り終わらねえ。安心しろ、もう誰もいねえよ。あいつらこんな俺にここまでしてくれるなんて。だろうな、残念だったな人間。え、警戒警報。この音は俺たちの脅威になる異能力者が現れた時にしかならねえ。誰が来た。西の陣にサンズ川凪が。はあ、冗談じゃねえ。上級よりさらに上、憑依系の国防戦力級の異能力者じゃねえか。俺たちの天敵が、なんでこんなところに。博士。さらに申し上げます。もう一体、異次元の異能力反応が。おい、サンズ川凪と一緒にって。お前、まさか。4体しかいねえ敵の最高戦力が2体も。黒髪ハルトが怨霊系国防戦力級異能力者の黒髪ハルトが西の陣に襲来しました。嘘だろ親父。我が名は冥界より召喚されし霊獣使いの。おいハルト、あ、連れてきてやったんだからお前が相手すんだよな。我が名は。子供の喧嘩に親が出るアホがどこにいんだよ。ナギ、お前がやれ。ああ、息子の面倒誰が見てやってると思ってんだ。弟子のピンチじゃねえか、師匠としてやれ。今週ウイルス打ち込むぞお前。その前にお前の脳波が止まんじゃねえか。いや、あの名前。いいぜ、ここで蹴りつけっか。お前じゃ俺には勝てねえぞ。それはどうかね。んじゃ行くぞ。じゃんけんポン。おほ、久々に勝ったね。うわっ、マジかよ、呪いで体中痛えんだよ俺。我が名は冥界より。時間ねえから歯医者はさっさと労働してこい。ぷっぷ、俺はお前みたいな戦闘狂じゃねえの。どの口が言ってんだ。負け犬の遠吠えにしか聞こえねえから。息子のためだ、しゃあねえ。異能力千変万化。手加減しろよ、肉片が服についたらくせえから。分かってるよ。第三種反逆。名前言わせて。あいつ、なんか言ってたか。いや、言ってねえだろ。だよな、残すは中央の陣だけだが、こっからじゃ間に合わねえな。ああ、娘の将来の結婚相手が死んだら困るんだけど。お前、昔からユーマのことだけは認めてるよな。ほっとけ、あれ以上の男がこの世にいねえだけ。だったら将来のギフとしてあいつの死として信用しろ。ああ死なねえよ、俺の息子だぞ。
に、西の陣が、ご法人最強の上級霊が、なすすべもなく、消滅しました。当たり前だろ。上級霊なんかで叶う相手じゃねえ。だが、間に合わねえ。残り時間でここまで来るなんざ、どうあがいたって不可能。うわお前は俺の影に食われんだよ。始まるぞ。とっておきのショータイムが。四つ目の光の柱が消えた。残りあと一つ。この霊気は、イヌッチとオッキー。それに父さんと博士も。ありがとう。みんな、ありがとう。でも、このままじゃ、ユーマに会いたくて、ユーマと話したくて、必死で走ってるのに。お姉ちゃん、ユーマとずっと、ずっと一緒にいたいだけなのに。でも、このままじゃ絶対。こんなの嘘だよね。明日の朝起きたらいつもみたいにおはようって笑ってくれるよね。いなくなったりしないよね。また私の手ギュッて握ってくれるよね。ユーマ、ユーマ、お願い、誰かユーマを助けて。行くぞ。主天道寺、鬼の棟梁とも言われたお前が、この自由を捨てる気だとはな。わらわは居心地の良きところが好きじゃ。時間ねえんだろ。さっさと助けに行くぞ。ポポポ。まさか、一体もかけねえとは驚きだ。みんなユーマが好きなんだね。わらわが見込んだ男じゃぞ。当然じゃ。また、呪いまくって、吐く見せてやらねえとな。今宵は月が綺麗じゃの。血の匂いもまた、酒が進む。ここに仕えし悪霊ども、月夜の宴と行こうぞ。ははわらわに付き従え、百鬼夜行じゃ。お前ら、なんだよ。何が起きてんだよ。100体以上の悪霊が、こっちに向かってるだ。ありえねえだろ。悪い夢でも見てんのか、俺は。ゴキタ様、万一に備え、私が時間を稼いでまいります。ああ、お前の異能力なら簡単には進めねえ。あと数くんだ、任せたぞ。はい、お任せを。ん、空に何かが。お初にお目にかかります。私の異能力は霊獣の生成。こっちは6000体、100体ごときの悪霊など瞬殺です。質が違えだろ。俺がやる。宴の最中だ。いい声で泣けよ。かげろ。収縮して霊獣が潰されてる。貴様、これは一体。本家のかげろうは圧殺だ。俺と戦いてえなら、あの世の霊獣全部連れてこい。6000の悲鳴じゃ子守歌にもならねえ。じゃ、ご苦労さん。え、お前たち、何者。わらわの進撃を止められるとでも思うたか。わらわこそが鬼門の門番、鬼と悪霊の棟梁、主天道寺じゃ。主天道寺、そんな悪霊が なぜここに。我々が叶う相手では。ご北様、申し訳。あいつらまで俺を生かすために。やっぱあいつらとんでもねえな。ああ、何も見えてねえだろうが。クソみたいな希望を抱いてんじゃん。お前には聞こえねえのか。ああ、この大量の足音、まさか。ああ、お前の終わりを告げる音色だ。サンキュー。ユーマ、悪霊のおらん体はどうじゃ。初めて悪夢見ねえで熟睡したよ。あと体軽すぎて無重力かと思った。てめえら勝手に話し始めてんじゃん。そうか、良き経験をしたな。ああ、でもこれじゃねえってことが分かった。呪われんのも不幸なのも嫌だし、助けてもらって言える立場じゃねえけど、俺は幽霊が嫌いだ。それが変わることはねえ。そうか。でもこういうことじゃねえっていうか、俺にはお前もあいつらも必要なんだってことが分かった。そうか。お前たちに守られてるんだってことが分かった。成長したな。こら、泣くでない。わらわがそなたを見捨てるわけがなかろう。有無は聞かぬぞ。ああ、四天堂寺、いつも俺に、こんな臆病でヘタレな俺に、みんなを守れるだけの力を貸してくれてありがとう。よい、わらわとそなたは一心同体じゃ。わらわの呪いに耐えられる者など他におらぬ。それと、悪霊が暴走せぬよう、ある女の魂がわらわに絡みついておったが、これがきっかけで解けたようじゃ。女、必死でそなたを守っておったぞ。あと百式のゼロ、必要な時は迷わず使うのじゃ。ああ、分かってる。影がより城に戻った。
だと。ありえねえ。本来悪霊っつうのは解放を求めてる。一度引き剥がしたら最後、首輪が外れた犬みたいにどっか行って二度と戻っては来ねえ。それなのにお前は。ああ肩おんも。つうかお前覚悟しとけよ。ああなんだ、右腕に影が集約して。腕ぶっ壊れてもいいか。 30% 解放。外に俺の影の霊気が。よし時間だ、タイムリミットだ。残念だったな、俺の影が具現化した。お前を喰らいにここに来たぜ。来ねえよ。ああ外にいんだよ、すぐそこまで来てる。生贄を食らう悪魔かな。来ねえって言ってんだろ。てめえふざけたことばっか抜かしやがって。さっき言ったろ、俺の友達は空気読めねえんだ。え、何でもズケズケ言ってくるし、悪気なんて一切ねえ。墓の前で喋るおっきいなんて悪魔にさえ思いちまう。ユーマは俺が死なせないから。でも俺が危ねえ時は絶対助けてくれる。天然理心流剣技。友達だからって絶対力を貸してくれる。あいつはそういうやつで、そんでもっておっきいわ。 Are you ready? 最強だ、舞姫桜。えへ、資料の霊気が消えた。だと、最後の一体もやられたのか。勘違いすんな、お前が最後の一体だ。違う、生贄だかなんだか知らねえけど、罪もねえ人たち殺しまくってんじゃねえよ。みんなが俺を助けてくれた、まだ生きろって背中を押してくれた。行け行け行け。あ、ユーマ、ユーマ行け。ボケなす。はあ、分かってる、みんなサンキュー。異能力百式の3。百式だと、悪霊系。冗談じゃねえ、実在するわけねえだろ。異能力者の系統は7種類に分かれる。その中でも悪霊系は最弱の系統。それは異質すぎる異能力と、あまりの呪いの強さに異能力者が能力を使うことすらできず死んじまうからだ。使いこなせんのか。毎日死にかけてるよ。じゃあなんで動ける、何がお前を動かしてんだよ。姉貴と墓の涙と悪霊たちの怒りだ。ちょ待っ、百遍呪われてこい。怪撃。こりゃ今日はみんなにお礼言って回んねえとだな。親父と博士に何言われっか。博、怪我大丈夫か。 10% 以上解放したでしょ。ああ毎晩練習してるし、いけっかなって思って。腕ボロボロじゃん。だな。ここ仮想現実じゃないんだよ。ご飯食べれないじゃん。悪い、治ったら毎日作っから。違う、ユーマの腕になるって言ってるの。え、どういうこと。うるさい、勝手にどっか行くな。ずっと隣にいさせろって言ってるの。ボケます、ユーマなんか、ユーマなんか大嫌いなんだから。は、墓、勝手にいなくなるところも、自分のことになったらすぐ諦めるところも、全部全部大嫌い。知ってるよ、ユーマなんかいなくなったって構わないんだから。それも知ってる、しょうがないから隣にいてあげてるだけだもん。わかってるって。わかってない、ユーマは何もわかってないもん。そっか、ごめんな。墓がいてくれるから行きたいって思えたんだ。急に変なこと言うな。嫌じゃなかったらこれからもそばにいさせてくれねえか。ああ嫌だけどいいよ、ずっと一緒にいてあげる。いやいやだからね。ああ、サンキュー。ユーマが生きててよかったよ。お姉ちゃんの霊気、懐かしいな。2年ぶり。やっと会えるね、お兄ちゃん。今日も見てくれてありがとう。君も、君の守護霊も、大好き。姉貴酔っ払ってね。早くこっち向きなさい。
チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。